こんばんは。おやすみ前の編み替えを始めます。動画の更新が2週間くらい空いてしまいました。もし動画を待ってくださっている方がいたら、何も言わずにちょっと間が空いてしまいすみません。この2週間なんですけど、お店のオープンに向けて、週末はいろいろ買い出しとか打ち合わせとか、あと現場を見に行ったりだとかいろいろしていて、今2月3月でちょっと仕事も忙しい時期だったりして、動画のね撮影とか編集があんまりできていない状況です。3月いっぱいももしかしたらちょっと動画が今までみたいには更新できないと思うので、インスタグラムはストーリーとか割と更新していますので、インスタグラムやっている方いましたらインスタグラムの方にも遊びに来てくださったら嬉しいです。ちなみに今日着ているセーターはダルゲットセーターです。で、編んでいるのはこれね、ずっと編んでるんですけど、編む日々さんのアラン&ブリオッシュプルオーバーです。で、動画は更新できていなかったんですけど、平日でも割と毎日編み物する時間は取れていて、朝と仕事終わってから編んでるんですけど、全然進まなさすぎてめげそうにもなったんですけど、最近私の住んでいるところがね、また雪が大量に降ってすっごく寒いので、あ、まだ間に合うかもっていう希望が湧いて、またエンジンをかけて頑張り始めたところです。もうどんどん暖かくなっている地域もあるみたいで、皆さんの住んでいるところはまだ手編みのセーターなどは着れますか？今日は結構前なんですけど、インスタグラムのストーリーで質問募集をして、それの質問返しの今回で最後になると思います。答えながら編んでいきたいなと思います。編み物のお供にしてくださったら嬉しいです。ではいきます。何度もすみませんが、英文を編みやすく理解する方法があれば教えていただきたいです。私が英文パターンを読むときにまず使っている翻訳アプリっていうのは、スマホにもともと入っている LINE、 連絡を取る LINE の QR コードを取るところに文字認識っていうところがあって、そこから私はもし翻訳したいなって時はそれで翻訳をかけてます。翻訳アプリはいろいろあると思うので、もし英文パターン初心者の方は翻訳アプリをまず入れると便利なのと、あとはもうわからない単語とか文とかは私は全部書き込んでいます。iPad でパターンを見てるので Apple Pencil で書き込んでるんですけど、もし iPad ない方とかでしたらパターンを印刷してわからない英単語とかはどんどん書き込んで、あとは数をこなして、でだんだん慣れていったっていう感じです。では次の質問に行きます。質問ではないのですが、在庫糸と紹介してほしいです。はい、ではこれはちょっと今日は編み替えでできないので、これからお店ができたら家にある毛糸を引っ越しさせたりすると思うので、その時に在庫糸と紹介したいなって思います。今紹介できなくてすみません。絶対に撮ります。では次に行きます。動画の編集は何のソフトアプリを使っていますか？
はい、私はビロっていう VILO って書いてお魚のマークのアプリを使っています。それを私は課金して使っています。何個か無料の動画編集アプリを入れてみて、で一番このビロが使いやすかったです。では次に行きます。編み物以外でもいいならくまさんとの馴れ初めが聞きたいです。馴れ初めはちょっと恥ずかしいので簡単になんですけど、本当に紹介っていう感じです。ちょっとねこの動画は私の家族も見ているし、くまさんの家族もきっと多分見ているので、ちょっとこの辺にしておきます。質問ありがとうございました。では次に行きます。奈良県におすすめの毛糸屋さんありますか？仕事ですが週末奈良へ行きます。ちょっと質問を答えるのが遅くなってしまい申し訳ございません。ちょっと私が行きたい道外の毛糸屋さんリストがあるんですけど、それを見てみたんですけど、ちょっと奈良県の毛糸屋さんは私はあんまり知らなくて、すみません、逆にこの動画を見ている方、奈良県のおすすめの毛糸屋さん知ってる方いたらぜひコメントなどで教えていただけたら嬉しいです。ちょっと答えるのが遅くなってしまったのと、いい回答ができなくて申し訳ないです。じゃあ次に行きます。手染め糸以外のよく使うお気に入りやおすすめの毛糸屋さんを教えてほしいです。私は手染め糸以外だと割とだるまさんの糸を編んでいることが多いなって思います。おすすめの毛糸屋さんはもう皆さんご存知だと思うんですけど、手編みの店フースさんがおすすめです。フースさんの毛糸はその毛糸屋さんとかでは買えないような、ね、糸が豊富にあって、すごいいろんなベーシックな糸だったり、ちょっと変わり種というか季節に合わせた糸が豊富にあるので、おすすめの毛糸屋さんといえば手編みの店フースさんかなって思います。概要欄に手編みの店フースさんのインスタグラム貼っておきます。次に行きます。こんにちは、質問です。靴下を1ペア編み上げるのにどれくらいの時間がかかりますか？これはもうその時の気分とか他の編みかけ状況にもよるんですけど、今までで一番早く編み上がったのは2日でした。ちなみにその時編んだ靴下はアンズブラウズソックスっていうデラコさんの靴下なんですけど、この2日で編んだっていうのはもう2日間何も予定がなくて朝から晩まで編んでたっていう時で、でもさすがにちょっと飽きましたし、なんか手が痛くなった記憶があります。普通に編んだら、まあもちろん編まない日もあるかもしれないけど、2週間とかあれば完成するのかなっていう感じです。でもね、半年完成しない時もあるし、1年以上経っても完成してない編みかけがまだあったりするので、もう本当にまちまちです。じゃあ次に行きます。棒針初心者におすすめの作品教えてほしいです。私が棒針始めて最初に編んでいたのは、とにかく私は模様編みができるようになりたいって思ってて、もちろん編み込みもやってみたいけれど、模様編みの靴下だったり模様編みのセーターを編みたいなって思っていたので、本屋さんでこの本透かし模様280っていう、こういういろんな透かし模様とか交差模様の本を買って、でそれをこの表紙のようにスウォッチで四角く編んで模様編みの練習をしてました。ちょっとね近くにあったやつを持ってきたんですけど、
真面目はこういう表と裏で、ただのねハンカチみたいなものを、これはコットン糸で編んだんですけど、こういうのを編むところから始めて、この本にあったパターンで、見えるかな、こういう模様を編んでみたり、でこれはこの小さい四角を編むのに当時は多分1週間ぐらいかかって、もう何回も失敗して、何回も模様ずれたりして、何度もやり直して編みました。これとかお花っぽい模様なんですけどね、これとか、あとはこれは、これもねこの本から編みました。これはハンカチにしました。という感じで、棒針始めたばっかりの頃はこういう小さい四角をひたすら編んでいたら、この後靴下とかセーター編むようになるんですけど、その時に模様編みがそんなに困らずに結構スムーズに編めたので、そういう模様編みとかもいずれ編んでみたいなって思う方にはおすすめかなって思います。でもこれはなんて言うんだろう、作品になっているわけではないので、ね、本当にこれ編んでおしまいっていう感じなので、何かね物になった方がね達成感もあると思うし、で、まあ、今考える棒針初心者さんにおすすめは、私的には編みたいものじゃないとやっぱり楽しく編めないと思うので、編みたいものを決めて編みたい糸でちょっと難しかったとしてもちょっとチャレンジしてみるのも私はありだと思います。話があっちこっち行ってしまって分かりづらかったらすみません。はい、では最後に行きます。棒針編みが一人ではうまくできないんですが、犬さんはどうやって練習しましたか？とそのお気持ちすごくわかります。私もそのね、いろいろ一人で編んでみて、でそのさっき言ったようにね、こういうの編んでみたりとか、あとセーターを編んでみたりとか、YouTube を見ながら挑戦したんですけど、本当にこれで合ってるのかなとか自信がなかったので、結局私は編み物教室に行き始めました。編み物教室通い始める前にセーターは一応編めるようにはなったんですけど、まあ、そのセーターも、うん、なんかこれでいいのかなって思いながら編んでたところも多かったし、結局ゲージの取り方とかは全然分からずに編んでいたので、サイズも小さく完成してしまったしで、編み物教室に行っていろいろ基礎というか分からないことを学べてよかったなって今は思っています。私は結局編み物教室に行ったんですけど、それまでの間は YouTube を見ていろいろ勉強というか編み方とかを調べてやることが多かったです。でも絶対編んでたら編めるようになるので応援してます。いい回答ができなくて申し訳ないです。今こんな感じです。これは前身頃です。すごい可愛いです。はい、という感じで質問を全部答えたと思います。すごいね、答えるのが遅くなってしまってすみませんでした。はい、ですごくね質問返し楽しかったので、また機会があったらやりたいなって思います。今日の編み会はここまでにしたいと思います。私のインスタグラムも概要欄に貼ってあるので、ぜひ遊びに来てください。ではおやすみなさい。バイバイ。